次にですね、ミャンマーの説明をさせていただきます。簡単にはなりますが、こちらは活動場所ですね。でミャンマーは仏教の国で、すごいお坊さんとかが力を持っている国ではあります。でそのお坊さんが経営しているこちらワッチェ慈善病院っていうその病院のところで、私たちはその病院の全部じゃないんですけれども、一角ですね、1階フロアのところを借りて医療活動をやっています。でスタッフは総勢20人ぐらい、います。日本人のスタッフとミャンマー人のスタッフと、あとミャンマー人の医師と、あとミャンマー人の看護師とか、あと事務の会計をやっているスタッフとかもいます。そう、全部で20人ぐらいいます。ボランティア参加者の方、ボランティア参加される方は、まあ、一つの枠にですね 10人前後ぐらいいます。じゃあ皆さんに何をやっていただくかというと、医師とか看護師さんの方にはそういった内容のことをやっていただきます。医師の方には外来診療だったりとか、あと手術の指導ですね、助手だったりとか、病棟の患者の診察などをやっていただきます。もちろん一人ではさせないんですね。スタッフといいますか、通訳がつきます。あと通訳もしくは、現地のスタッフですねがついて行動していただくという形になります。手術とかは一緒に吉岡と入っていただくということもあります。あと看護師さんの方にもそうですね、直接会場だったりとか関節会場だったりとか、あと手術の準備だったりとか、あと病棟の看護のケアの会場だったりとか、あと滅菌作業とかをいろいろやっていただきます。まあ、できることできないことあるかと思うんですけれども、まあ、手術室しか経験がないんですけれども、病棟をやってみたいという方とかもいると思うので、そういう方も調整して可能でございますので、経験に応じて現地でいろいろ対応は可能ですので、言っていただければと思います。でその他のですね、一般の方、学生さんの方には何をやっていただくかというと、そういうガーゼとか綿球作りって書いてあるんですけれども、私たちガーゼとか綿球を、綿球も綿ごとに日本の支援者さんの会社から寄付でもらったりするんですね。ガーゼも生地のそのドンってもらって、現地でそれを、まあ、使えるように切って、まあ、一つの手術に何個使うかというのを毎回毎回数えて、前もって事前に作ってるんですね。そういうお手伝いなどをしていただきます。あと医療器具の洗浄だったりとかですね、滅菌作業だったり、あとは食事の準備ですね。手術が1日10件とか20件とか25件とか、もそういう多くなれば、もう宿舎に戻れなかったり、ご飯も作れなかったりで、みんな入ってしまうとなかなか 出られないとか、そういう状況もありますので、そういった食事の準備とかやっていただけると大変助かります。まあ、患者様の交流、何語でやるかというと、ミャンマー語しか田舎の患者さんはできないので、もちろんこちらの病院に入院してくる患者さんで英語とか全然分かりません。英語が持ってても喋れないので、日本語、本当にミャンマー語でも字でも書けないという人たちもいるので、本当に簡単なことを、まあ、指差し会話帳で、私たちいつも私はミャンマーに行く日本人の方にはお勧めしてるんですけれども、その会話帳を持って、まあ、こう指したらこれ何っていう、まあ、それぐらいの程度なんですけれども、結構みんなそれを持って病棟に行くと回ってくるので、みんなこう囲まれる感じになるんですけれども、そういった交流だったりとかですね、あと手術着の、修正ですね、塗ってもらったりとか、そういうことをやっていただきます。もちろん手術室を見学したいという希望者がいらっしゃれば、見学も可能でございます。はい、1日の流れです。初日の15時までに現地の、病院までに到着していただきます。でオリエンテーションを やって、病院の
案内と、宿舎の案内をします。その日はまあそれで終わりまして、2日目からは活動が始まります。2日目からまあ5時半、朝早いんですね。5時半に起きます。5時半に起きて、ラジオ体操をやります。あと5時40分には宿舎の掃除をみんなでやる感じになります。その後朝食をとって、あとミーティングですね。7時に、ミーティング申し送りのミーティングをして、業務が開始します。でそれから開始して、まあ22時って10時で書いてあるんですけれども、まあ、早い日は9時とか終わる日もあれば、夜中深夜まで続いているという日もあります。それはまあ決まってなくて、その日の患者の人数の人数にもよりますし、その手術件数にもよって終了時間が変わっていきます。で、多い疾患、なんかよく聞かれるんですね。もうどういう疾患が多いですかっていうので、こちらに出るんですけれども、その更新レッスンとかですねの患者さんが多いです。で小児代表の吉岡が小児外科医なので、私たちも子どもっていうことを出してるんですけれども、大人の患者も多いんです。大人も結構入院してきます。で、これは病棟の様子になります。で、まあ、こちらちっちゃい子は患者さん一人で、患者さんのお父さんお母さんで兄弟も一緒に、みんなこう一人入院すると日本と違ってみんな家族全員病院についてくるんですね。日本はもう帰らなきゃいけない、一人で患者一人で残さなきゃいけないんだけど、みんなこう病院は食事も出ないので自分たちで作って食べなきゃいけないので、まあ、この子のためにも自分たちのためにも病院 その地下の1階でこう作れるところがあるので、そこでみんな共同で作って食べたり買って食べたりしています。でこちら毛布とかかけてるんじゃ、バラバラな毛布にあるんですけれども、あとござとかもあるんですけれども、病院のベッドはですね、本当にベッドだけです。枕も何も用意してなくて、自分で全部こう大荷物で持ってくるという形になりますね。でみんな終わったらみんな持って帰るっていう、もう本当に大量な荷物に入院してくる感じになります。夜になるとこの一つのベッドですね、お父さんもお母さんも子供もみんなこう自分が決まってた自分のベッドというところで家族全員寝るという感じになります。これは宿舎ですね。これは病院から歩いて、まあ1本2本ぐらい、もう 3本もかからないところでこう宿舎があります。でこれ宿舎の中の様子です。こちらは店、コンビニじゃないんですけれども、その村の唯一のスーパーといいますか、何でもこう買える、それ1個しかないんですけれども、食材とかですね、あと野菜とか、肉はないんですけれども、卵だったりとか干物だったりとかですね、ここで買ってみんなでこう作って食べてる感じです。ミャンマー の医療活動についてですが、外来診療とか外科手術、病棟管理をしてまして、年間ですね2000件以上の手術を行っています。18歳以下の子どもは私たちは無料、18歳以下の子どもは無料で提供しています。18歳以上の大人にはまあ、無料じゃないんですけれども、本当に安いというか、もう本当にこう薬代とかそれだけでやってますので、結構各地から来る患者さんが多いですね。かつ外国人といいますかね、その日本人の医療者とかかれるので、もう本当に何日も、もう2日も3日もかけて来る患者さんが多いです。でミャンマーは医療活動のほか保健活動とかもやってますし、あとヤンゴンというところで社会福祉事業としてですね、ドリームトレインという養育施設がありまして、その片親だったりとか親を病気で亡くした子どもたち、今は現在217人ぐらいの子どもをそちらで生活を支援しています。こちら のドリームトレインの子どもたちにも日本の支援者さんがついていて、里親制度というの制度を設けてですね、1人の子どもに日本人の1人の里親さんがついて、毎月支援していただくという形をとっています。その他視覚障害者支援
自立支援活動としてですね、盲の人ですね、目が見えない人たちの自立支援事業として、そのメディカルマッサージというマッサージを、その盲人に教えていて、まあ、定期的に日本の専門家をミャンマーに招待してセミナーとかを開いてという、そういう活動とかもやっております。